こちらはビフォアの状態になります。白髪がちょっと多いビフォアのこの状態を変身させていきます。こちらはブリーチを一切使っておらず、メッシュを入れている状態です。ブリーチを使わないで、メッシュをするピールメッシュという方法を使っております。モモンガシリーズのトリートメントを使いながら、髪質改善をしながらメッシュを入れていくという裏技になります。モモンガオイル還元剤を使うことで、髪の癖をちょっと抑えてくれる効果がありますので、全体がタイトに収まるようなシルエットに変身できます。